んこんにちは、ココアチャンネルです。はい、今回はなんとチャンネル登録者数1000人突破しました。イエイ。はい、ということでね、やっと YouTube のチャンネル登録者数が1000人突破することができました。はい、すごいね、嬉しいです。皆さんいつも見ていただきありがとうございます。でね、チャンネル登録者数1000人っていうのは YouTube を始めた時の最初の目標で、まずは1000人目指そうってことで目指していたんですけど、 YouTube を最初に投稿したのが、実際一番最初に始めたのは2017年の1月24日にアップした動画なんですけど、この一番上のブルーム購入品紹介っていう動画なんですけど、この当時スクイーズにめちゃくちゃハマっていて、そのね、ミルクパンちゃんとかユーポンちゃんとかノエノンちゃんとかにめちゃくちゃハマっていて、 YouTube やってみたいなと思ったのでこの動画をアップしたんですけど、ここから6本動画を上げたんですよ。でその後期間が空いて動画の投稿を再開したのが2018年の10月15日なんで、だいたい1年半後ぐらいに動画の投稿を再開したんですけど、そこからね、今までずっと毎日投稿を頑張ってきました。でね、今も毎日投稿を頑張って続けています。なので実質2018年10月15日から今現在7月なんですけど、1000人突破したのが5月30日くらいで、ちょっとねこの動画を撮るまで時間が空いちゃったんですけど、だいたい1年くらいで1000人突破できたのですごい嬉しいです。はい、でもね、実際もうちょっと早く1000人突破したかったんですけど、まあ2000人突破できたので嬉しいです。で、次の目標はまずは1万人を目指して頑張っていきたいと思います。で、ゆっくりじゃなくてね、できるだけ早く1万人に行きたいと思っています。で、その1万人が突破できたら10万人も目指したいなと思っています。あのね、銀の盾がめちゃくちゃ欲しいので頑張っていこうと思います。なので、ね、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。これからもぜひね、見ていただけると嬉しいです。まだチャンネル登録をしてないっていう方はね、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。ちょっとね、今のままだったらペースが遅いなって思うので、もうちょっとペースを上げて頑張って1万人突破していきたいなと思っているので、ぜひね、これからも見ていただけると嬉しいです。で、ちなみに2017年から2018年の間にちょっと投稿していなかったんですけど、投稿を再開した理由が、私の大好きな YouTuber のももかちゃんなんですけど、ももかちゃんがめちゃくちゃ大好きで、ももかちゃんみたいにかっこいい動画を作りたいなと思ったので動画を投稿し始めました。そのね、ももかちゃんに憧れていて、やっぱりももかちゃんの動画をめちゃくちゃ見ているので、パクリとか真似してるとか言われるんですけど、まあ、いつも見ているのでちょっとね、パクリみたいな感じになっちゃうのは仕方ないなと思っているんですけど、これからはね、できるだけ自分らしさが出る動画を作っていきたいと思っています。で、そのももかちゃんに憧れていて、ももログっていう動画があるんですけど、そういう動画とかファッション系の動画とかすごい見ていて楽しかったので、私もやってみたいと思って YouTube の投稿を再開しました。で、これからもね、ももかちゃんみたいにチャンネル登録者数20万人とかいけるように頑張っていこうと思っています。ということで、今日は短い動画になったんですけど、チャンネル登録者数1000人突破したという報告の動画でした。ちょっとね、1000人突破してからの時間が空いちゃって、もう1000人とっくに越しちゃってるんですけど、この動画を1000人突破したということで記念に作ってみました。今日はね、ちょっと短い動画になったんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録者数1000人は突破したんですけど、まだまだね、1000人って少ないので、これからどんどんチャンネル登録者数を増やしていきたいなと思っています。皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ぜひチャンネル登録もお願いします。次の動画も楽しみにしていてください。それでは皆さん、バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。もしこの動画が良かったら、チャンネル登録とグッドボタン、コメントもよろしくお願いします。こっちの動画もぜひ見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。